チャンパの遊牧、チャンパの羊飼いの少女、チャンパの遊牧民一家、チベットにて。チャンパは、主にインド北部ラダックのチャンタンや、他のジャンムーカシミール州内で、反遊牧の生活を送る、チベット人。また、少数が、中華人民共和国のチベット自治区西部に、居住しており、その一部は、チャンタン国家級自然保護区の設定に伴って、移住させられた。 1989年当時には50万人ほどの遊牧民がチャンタン地域で生活していた。チャンパの本拠地はチベットの北部、西部からラダックの南東部へとつながる一帯をなす、標高の高い高原、チャンタンであり、チャンパとはチベット語で北方の人々を意味する。チベットの他の遊牧民たちとは異なり、チャンパは農民たちとの争いから圧力を受けるといった。 ことがほとんどないが、これは彼らが住む地域の大部分が農業には適していないためである。チベットのチャンパの大部分は世界で2番目に大きい自然保護区であるチャンタン国家級自然保護区や、これに接続している4つの保護区、合わせて49万6000平方キロメートルの自然保護地域に保護されている。この広さはスペインに匹敵し、 世界にはこれより小さな国が197カ国ある。自然保護区の設定以降、好ましいことに絶滅危惧種の個体数は増えている。保護地域は中華人民共和国のチベット自治区、新疆ウイグル自治区、青海省にまたがっている。ラダックのチャンパは高い標高で牧畜を行い、主にヤクやヤギを育てている。ラダックのチャンパの間では、 伝統的な遊牧生活を続けているものを、ファルパといい、ハンレーバレー地域からラトの村まで遊牧を行っている。ハンレーは、6カ所のそれぞれ独立した集落からなり、ファンパと称される定住したチャンパが住んでいる。ファルパとファンパは、生活様式の大きな違いにもかかわらず、相互に通婚する。チャンパは、チベット語の方言である、チャングスカート語を話し、 チベット仏教を信仰している。チャンタン高原が国境を越えて、インド北部ジャンムーカシミール州のラダック川に入っている部分は、限られた小さな部分だけである。しかし、この場所は、ラダックとラサの間を旅する旅人たちにとって歴史的に重要な経路であったが、現代ではインド側に入っていることから、様々な異なる特徴を持つようになっている。歴史的には、 ラダックのチャンパは、チベット領内にまで家畜を連れて、遊牧に赴いていたが、チベットが、中華人民共和国の一部となって以降、この経路は閉ざされている。2001年時点では、チャンパは、指定部族の一つとして位置づけられており、インド政府によるアファーマティブアクションの計画の対象とされている。ドキュメンタリー、ライディングソロツーザトップオブザワールドが、 コーラフジャニ監督によって制作されている。ありがとうございます。